何してる、早くアカデミーに戻りなさい。いやだ、もうアカデミーなんかに行かねえってばよ。ここにはまだ危険な連中が残ってるんだ。頼まれたって戻るもんか。言うことを聞きなさい、私はお前の担任だぞ。うるさいってばよ。なんでなんでこんな時だけ先生面すんだ。先生に俺の気持ちなんてわかんねえってばよ。アカデミーにとってどうせ何も変わんねえんだ。俺はいつも一人ぼっちで、いつも仲間外れにされて、誰も俺のことなんて気にしてくれねえってばよ。分かってくれ、たとえどんな理由があっても、俺は教師として危険な裏山へお前を行かせるわけにはいかないんだ。やっぱり俺の気持ちなんて